You are listening to Ricky's Podcast College is brought to you by DJ Ricky がお送りいたします。Good morning! ポッドキャスト大学の DJ リッキーです。この番組はポッドキャストのことを勉強できるポッドキャスト番組をお届けしております。ポッドキャスターに関係する最新のテック情報やギザレビュー、海外情報、ライフハック情報を Apple Podcast をキーステーションにマルチ配信でお届けしております。今日お届けするトピックもニッチに進めていきます。どうぞこちらです。ポッドキャスト、どこまでマルチ配信できる誰も知らないニッチな配信場所をお教えします。はい、ということでですね、マルチ配信どこまでマルチ配信できるのかというところでですね、今日は攻めていきたいと思っております。 YouTube や TikTok と違ってですね、動画と違ってポッドキャストは割とこう多くのプラットフォームに配信できるということをですね、よく聞くと思うんですけども、じゃあそれはどこまでどのぐらいのプラットフォームにマルチ配信できるのかということですね、今日はシェアしていきます。はい、ではマルチ配信の一つ目として王道なところがここですよね。アンカーのスペルは ANCHOR ですね。 ANCHOR anchor.fm ですね。ラジオ局とかじゃなくてですね、これは有名な、スウェーデンのですね、Spotify の傘下にある配信プラットフォームになっています。なので、アンカーにですね、まあ、いや、音声データをアップして、概要欄を書いて、タイトルを書いて、アイキャッチ画像を入れて、そしてですね、投稿ボタンを押しますと、なんと Spotify にも自動的に配信されて、いきます。これね、すごくね、嬉しい機能ですね。あの Spotify 様にですね、自分のポッドキャストをですね、アンカー経由で、親会社の Spotify に配信する。それと加えてですね、ごめんなさい。アンカー自体も、ごめんなさい。アンカー自体もですね、プラットフォームというかですね、アプリを持っているので、そのアンカーのアプリの中のポッドキャストにも配信することができます。さらに加えまして、Google ポッドキャストや、また、オーバーキャスト、アマゾンミュージック、アイハートラディオ、キャストボックス、ポケットキャスツか、キャスツ、あとは、レディオパブリック、スティッチャー、などの、プラットフォームにも、これちょっと時間がかかるんですけども、同時にマルチ配信されてしまいます。ここがポイントなんですけども、アンカーにアップしておけば、あとは自動的にアンカー側で何でもやってくれるっていうことなんですよね。ただ、少し反映に時間がかかりますので、急ぐ方はですね、なんかこう、いろいろと手続きをしないんですけど、今日はそのあたりは、スキップさせていただきます。まあ、嬉しいですよね。Apple Podcast だったりとか、Amazon Music だったりとかですね、あとアメリカで大きな、ラジオプラットフォームですけども、iHeart Radio ですね。こういったところにですね、コンテンツを配信できるのは非常に嬉しいことですね。まあ、一つ一つ、こうね、音声上げてってやってたら、大変じゃないですか。そういったところをアンカーがあなたの時間を奪わずに勝手にマルチ配信してくれるのは本当に今の時代生まれてきてよかったなというふうに思います。ちなみにですね、この Amazon Music に、投稿しますと、まあ、自動的に残されるんですけど、ここはですね、Kindle じゃなくてなんだっけ、ごめんなさい、ど忘れしちゃった。Kindle じゃなくて、Audible だ。そう。Audible にも、なんと配信されていきますね。Amazon Music だけじゃなくて、Amazon Music に配信されることを通して、Audible にもですね、番組が配信されていきます。ですので、Audible で、リッキーとか、ポッドキャスト大学って調べると、多分私のこの番組が、出て無料で聞けるようになってますので、ぜひオーディブルユーザーの方ですね、無料で聞いて、このオーディブルのアプリ経由で、ポッドキャスト大学を聞いてみてもいいんじゃないかなというふうに思います。
そしてですね、このアンカーから生成される RSS というですね、いわゆる配信の URL、これをですね、コピーしてペーストすることで、チューンインとか、これチューンインはですね、海外のいろんな、なんかラジオ局、インターネットラジオだったり、ポッドキャストをですね、まとめているサイトなんですけども、チューンインに配信されちゃったり、あとはパンドラっていうですね、海外の、まあ、プラットフォームに配信されちゃったり、プレイヤー FM だったり、リッスンノートだったりですね、まあ、そういうこの英語系の本当に大御所的なあの配信プラットフォームですね、日本で多分聞いたことないですよね、このどれもね、チューンインとかパンドラとかプレイヤー FM、リッスンノートとかね、こういったところにも、まあ、配信されちゃうということですから、ぜひですね、これをアンカーで生成された URL をしっかりノートにコピペしてですね、こういうチューンイン、パンドラ、プレイヤー FM、リッスンノーツですね、ところにアップしてみてはいかがでしょうか。特に日本のカルチャーとか日本のこう認知なものを配信したいというですね、クリエイターの方は、まあ、こういったところは配信するの必須じゃないかなっていうふうに思っています。そしてですね、もう一つ、これが一つアンカーでした。そして二つ目がこちらですね。スタンド FM。はい、日本のユーザーの方はね、スタイフ、スタイフ、まあ私も、あれ、私も俺もやってますよっていう方ですね、このリスナーの方だったら非常に多いんじゃないかなと思うんですけども、スタイフは、優秀です。スタイフは伸びてます。スタイフはどんどん、はい、進化してます。多分スタイフユーザー私そろそろ3年目なんですけど、ね、やっぱいいですよね。アプリで収録して配信してライブ配信もできますので、でですね、このスタイフはパソコンからもですね、配信することができます。パソコンライブ配信はできないんですけど、パソコンから全部ですね、アイキャッチ画像つけてタイトルつけて、あとは予約投稿、ここもですねできるようになっております。で、まあブラウザー経由でいろいろ操作できるんですけど、やっぱりね、その全部ができないですよね。その限られた機能しか使えなくて、スマートフォンの方が全部できるようになっておりますので、まあ、スマートフォンが便利ですけども、私はこういったね、ちゃんと音声編集して、そして綺麗にしてですね、配信しているので、どうしてもパソコンから、まあ、アップしたいというところがあるので、スタンド FM のウェブブラウザーから経由でですね、いつも配信させてもらって、います。ライブ配信は私は最近はちょっと全然できておりませんが、そんな、スタンド FM なんですけども、最近ですね、ポッドキャストも配信できるようになったということで、スタンド FM ユーザーの視点としてはですね、アンカーは使わずにスタイフからポッドキャストですね、配信できるということは、スタイフの生成される URL を Apple Podcast、Spotify とかにですね、配信、まあ、URL コピペして、配信の手続きをすることができるということなんですよ。これね、すごくね、嬉しいですね。しかも自分のプロフィールのところに NFT を選択できるようにしたりとか、いろいろね、やっぱり資金調達もされているということもありまして、さまざまな新しいことに、まあ、対応してきているなという感じが、いたします。スタイフ非常におすすめです。そして、3つ目がこちらですね。ノート。はい、ノートといえば日本のブログアプリですけども、このノートにですね、音声も投稿できます。音声も動画も投稿できます。ですので、私はですね、この音声をいつもアップさせてもらっていてですね、アイキャッチ画像と、まあ、概要欄を入れてですね、いつもやっています。で、まあ、予約投稿はできないんですけど、まあ、なんかこう、ノートから聞いてくれる人もちらほらいてですね、新規リスナーさんになってくださっている方もいらっしゃいます。これもブラウザーから全部できるようになっております。これもおすすめですね。そして、もう一つがこちら。ポストプライム。はい、ポスプラですね。いわゆるポストプライム、ポスプラ、ポストプライムも非常に人気ですよね。経済系の話をするチャンネルが非常に多いんですけども、その中にあってもですね、ポストプライムは動画と音声ですね。しかも音声ブラウザーから収録することもできます。で、音声をですね、まあ、いつもドラッグ&ドロップして、ポストプライムにアップしていますが、あんまり再生されないんですけど、たまにですね、すごくヒットすることがあって、何十回ぐらいかね、一気にいろんなコンテンツが再生されることもありますし、注目されることもあります。そういったところから、
新規リスナーの獲得ができるかなと感じてますね。うん、予約投稿はできないんですけども、非常にブラウザーが使いやすくてですね、新しい、方々との出会いを求めるのであればボスプラもおすすめです。そして次がこちら、スプーン。はい、スプーンですね、 SPOON、こちらもスタイフのようにですね、アプリが先行してあった、あるやつなんですけども、結構ねライブ配信とか、あとはなんかこうアニメ系関係ですかね、なんかねこうなんていうんですかね、ちょっとスプーンの世界観はね、私もなんともねまだ分かってないんですけど、こうすごく声に特徴がある方々がたくさん集まっていらっしゃるような、そんなね、アプリケーションになっています。スプーンもブラウザーから対応していてですね、なんかこう、リンクは貼れないんですけども、音声をアップすることができますし、ブラウザーからですね、スプーンはライブ配信することもできます。ただ、私もまだちょっとやったことがないので、どんな感じなのかというのは、またやった後にですね、紹介していきたいと思っております。そして、次がこちら、長いですね、今日ね。すいません。サブストック。サブスタックは海外のメルマガのアプリケーションなんですけども、ここにですね、ポッドキャストなんと投稿することができます。メルマガ形式で、その音声をメールに添えて、お届けすることもできますし、サブスタックにアップしたものを、例えば、Apple Podcast とかにもですね、配信することができるようになっています。動画も配信することができ、どんどんですね、サブスタック便利になっています。ただし、英語のサービスなんですけども、非常に、なんかこう、使いやすくてですね、なんていうかな、便利なので、ぜひ、メルマガやりたい方はですね、やってみてはいかがでしょうか。誰でも簡単に無料で始めることができます。そして、残り2つ、すいません、こちらです。YouTube。はい、YouTube は、ポッドキャストこれから始めるって言ってますけども、ですね、結構動画疲れしてる方に、その YouTube 上にですね、音声だけのファイル、画像ファイルをですね、アップして、なんかこう波形だけがババババババってこう揺れるようなですね、そういう動画ですね、それをアップさせてもらっています。中にはですね、この、そういうのすでにやってるクリエイターの方もいらっしゃるんですけども、なんかこう YouTube なんだけど、見えるのは1枚の画像で、波形があったりとか1枚の画像で、あとメインは音声で聞くみたいなんですね。移動中 YouTube、もう画面見ずに音声だけ聞きたいという方にですね届く場合があります。結構ですねこれね YouTube 舐められないですよね。最近なんかですね、私すごく YouTube 少しずつ伸びてきてまして、この前書いた、アップしたですね、The Last Rock Stars の LA 公演行ってみたよみたいなですね、そういうのですね、756回もですね、なんか聞かれちゃいまして、結構ね、ニーズがあるところに当てていけば、しっかり聞かれるんだなとね、何の動画も何もないんだけど、ただの音声だけなんですけど、そういうところね、聞いてくれる方が、いるんだなっていうのがね、わかりましたね。もうすぐで、チャンネル登録者、どのぐらいだったかな、今、192、あと2で200チャンネル登録者になりますので、ぜひこれを聞いている方、YouTube もですね、よろしくお願いいたします。そして最後こちら、TikTok。はい、TikTok もですね、これは動画ですね、動画なんですけども、ここにですね、YouTube と同じようにですね、画像1枚で、音声が流れる、そういう動画をですね、ポッドキャストを動画にして、お届けしております。キャプションとサムネイルができてですね、細かい概要欄はですね、残念ながら貼れません。TikTok はしかも動画の制限がありまして、最大10分まで、そして2ギガ未満でですね、制限があります。音声のね、動画版だったら全然問題ないぐらい容量ありますので、ただし10分までっていう制約があるので、この辺がですねきっと多分 TikTok もポッドキャストやりたいので、そろそろ制限が外れていくんじゃないかなと思っております。詳しい方はぜひいらっしゃいましたら、リスナーの方はよろしくお願いします。教えていただけたらと思います。さあ、ここまでポッドキャストどこまでマルチ配信できるということでやっていきましたけれども、ざーっとまたおさらいしていきますと、アンカー、スポティファイ、アップルポッドキャスト、グーグルポッドキャスト、オーバーキャスト、アマゾンミュージック、あとは、オーディブルですね。あと、iHeart Radio、キャストボックス、ポケットキャスト、ラディオパブリック、スティッチャー、チューニーイン、パンドラ、プレイヤー FM、リスナー、スタンド FM、ノート、ポストプライム、スプーン、サブスタック、YouTube、TikTok、ということでですね。
こんなところにいろんなところにですね、配信しすぎちゃって、もうどれがどれだけ再生されてるのか、どこだけなんか合計がどのぐらいの再生回数になってるのか全然わかりませんけども、もうね、この可能性を探っている状況がまだまだ続いております。ぜひですね、マルチ配信する方の参考になれば非常に嬉しいなと思いますし、基本的なアンカーの、使い方に関しましてはブログにまとめております。リッキーブログの方のですね、リンクを貼っておきますので、ぜひよろしかったらそちらチェックしてみてください。今日もここまでお聞きいただきありがとうございました。今日の、ポッドキャストはいかがでしたでしょうか。リッキーのツイッターアダマチポッドキャスト情報やライフハックガジェットに関する情報を発信しております。番組の感想は専用メールもしくは専用フォームから。新着を聞き逃さないようにするには無料サービス登録が便利。あなたの朝時間にポッドキャスト情報をサクッとアップデートしていきますよ。 Thank you very much for tuning in Ricky's Podcast Courage. This podcast has been brought to you by DJ リッキーがお送りいたしました。 Have a wonderful and fruitful day. 素敵な一日をお過ごしください。チャオチャオ。This podcast has been brought to you by DJ Ricky. そういえばね、紹介しなかったですが、サウンド FM とかも無料で確か1ギガぐらいアップできたかな、なんかね、できたと思います。サウンドクラウド、まあ、音楽配信サイトっていうかですね、そういうあれですけど、そういうまあ限定配信みたいな感じでですね、サウンドクラウドすごくやりやすいですね。この辺のまた別途解説していきたいと思います。よろしくお願いします。ではでは、素敵な一日をお過ごしください。バイバーイ。